言お願いします。はい、すいません、あのインタビューで炎上みたいなことばっかり全国の皆さん、炎上の岩田です。今後もね、校長じゃなくて、ただこの JRA に入ってからすごく勉強であったら、悔しいこともあるし嬉しいこともあるし、この時とともにね、僕もやっぱ成長できてますし、あと口だけは成長できてないだけなんで、けど馬に関して、馬とコミュニケーションであったりレースに対してはやっと本当に馬とちゃんと向き合ってるんで、それだけはファンの皆さん持っといていただければ、嬉しく思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。岩田康成ジョッキーに伺いました。どうも。